皆さん、こんにちは。今回は宮城の親方さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。大相撲で史上最多の優勝45回など数多くの記録を打ち立てた横綱白鵬が、現役引退の意向を日本相撲協会に伝えたのが2021年9月27日のことでした。ところが、この日のうちに正式発表はなく、八角理事長や師匠の宮城の親方無言を貫くなど、秋場所千秋楽翌日の電撃表明に協会内はドタバタでした。協会側から思わぬ物言いがつき、期待の大横綱の引退がすぐに認められない異例の事態となったのです。この日は NHK が早朝5時に白鵬の引退をトップニュースで伝えたのをはじめ、多くのメディアが報じたのですが、なぜか相撲協会から正式発表はありませんでした。白鵬側から引退の意向を伝えられたことが明らかになったのも、横綱審議委員会が終わった午後6時過ぎだったのです。柴田山広報部長は申し出があったというだけ。書類が我々理事のところに回ってきて、そうですか、となる。皆さん、報道は先走っているけど、正式なものはまだ先。昔は現役を引退して親方にパッと入れ替わったんだろうけど、今は年寄り資格審査委員会があったり、いろいろ手続きがある、と説明していました。しかし通常なら、場所中に引退を決めた力士が午前中に引退届を提出すれば、年寄り襲名が承認されて午後には引退会見と一日のうちに肩がつくはずでした。近年では元横綱稀勢の里や、元大関琴奨菊がそうだったのです。東京都墨田区の宮城の部屋には多くの報道陣が詰めかけたのですが、宮城の親方は出入りの際に口を開かずでした。苦渋の表情から察するに協会側の承認が得られず、何らかの物言いがついたようだったといいます。これまで年寄り襲名が認められなかった例では、1991年秋場所で引退した元小結の遺体が有名です。10年間で2度しか巡業に参加していないことが理由だとされましたが、もちろん白鵬には当てはまりません。また協会執行部との折り合いの悪さという点で似たケースでは、2018年秋場所後に協会へ退職届を提出した元貴乃花親方も、書類の不備を理由になかなか受理されませんでした。いずれにせよ、モンゴル人初の五輪メダリストの国民的英雄を父に持ちながら、親方になるために日本国籍を取得した白鵬が、正当な理由もなしに年寄り襲名を認められなければ、国際問題に発展しかねない情勢でした。柴田山部長からは、ここで引退をやめたという可能性もあるわけだからと仰天発言も飛び出していました。各界には一度引退を口にしたら土俵に上がれないという暗黙のルールがあるそうです。もしも引退撤回ということになれば、伝統が覆る大問題となるのですが、本人にその気があるとは思えませんでした。出場した最後の場所で優勝した横綱には曙、朝青龍がいましたが、全勝は白鵬だけです。その年の春場所も2連勝の後に休場しており、最後の黒星は昨年7月場所11日目に大栄翔に喫したものだけでした。最強横綱は誰にも引導を渡されることなく、1年以上無敗のまま土俵を去ることになります。2021年に現役を引退した元横綱の白鵬は、改めて戦歴を振り返ると、優勝回数45回と歴代ぶっちぎりの1位で相撲界の頂点を極めました。そんな白鵬の退職金や断髪式での収入は今までの慣例を打ち破るほどの非常に高額なものだったといいます。白鵬の退職金は3億から4億円になるのではないかと言われていました。引退した力士の退職金は、その地位に基づく養老金、積立金、実績に基づいた加算金、特別功労金、横綱と大関のみ、懸賞金積立余剰金、現役時に獲得した懸賞金から積み立てられたお金の総額で決まります。注目したいのが特別功労金と懸賞金積立余剰金です。特別功労金は優勝22回の元横綱貴乃花で1億3000万円が過去最高額に対し、白鵬は優勝45回となっています。そして懸賞金積立余剰金は朝青龍が1億8000万円でしたが、
白鵬はそれを大幅に上回る史上最高の懸賞金を得ています。つまり特別功労金と懸賞金積立余剰金だけで3億円ほどになると言われているのです。白鵬の断髪式ですが、実は開催前から4億円断髪式になるなどと報じられていました。断髪式で収入が得られること自体あまり知られていませんが、すごい額のお金が裏で動いているようです。白鵬の断髪式での収入詳細として報じられた内容はこちらです。 VIP ラウンジ付き断髪式参加チケット100万円、さらに後日白鵬と個別に食事できるチケット500万円、着席形式の襲名披露パーティーの参加費10万円となっていたそうです。そんな高額な値段にもかかわらず、白鵬の断髪式には総勢900人が出席したと言われています。横綱としてそれだけの人物であったということでしょう。断髪式に参加するためには一般的な例で言うと最低10万円というのが普通だそうです。その後のパーティーでも3万円が普通で、歴代横綱もほぼこれと同じくらいの額でした。朝青龍もそれぞれ10万円と3万円でした。ただし額に決まりがあるわけではないので、いくら出すのかは出席者次第となっているそうです。白鵬の断髪式参加費が非常に高額ですが、参加者のそうそうたる面々を見るとこの値段でも問題ないのかもしれません。白鵬は現在宮城の親方として力士の指導育成に携わっています。そんな宮城の親方の年収は最低1200万円以上とされています。引退後も高収入であることがわかります。一口に親方といっても実は少し複雑な仕組みがあり、厳密には年寄り年寄りと言います。年寄りは日本相撲協会に認められないとなることはできません。つまり親方イコール日本相撲協会の構成員ということです。この日本相撲協会員は理事、副理事、委員、主任、平年寄りと階級が分かれていて、一番下の平年寄りと呼ばれる階級の年収が約1000万円です。理事になると年収は2000万円ほどになります。宮城の親方の白鵬としての実績があれば、今後理事にまで上り詰める可能性もあったかもしれません。しかしその目はもう今のところないと言っていいでしょう。その後元横綱白鵬の宮城の親方は別の問題で家中にいました。大相撲の元横綱白鵬こと宮城の親方が弟子の暴力問題で、日本相撲協会から最下位の年寄りへの2階級降格と報酬減額の懲戒処分を受けました。また師匠としての素養や自覚が大きく欠如しているとして、宮城の部屋については来月の春場所は所属する伊勢ヶ濱一門の中で任命された師匠代行が監督することになりました。日本相撲協会によりますと、先月公式の SNS に宮城の部屋に所属する幕内力士の北青鵬が同じ部屋の力士に暴行を繰り返していると投稿が寄せられました。そしてその後の調査で、北青鵬は2人の後輩力士に対し顔面に平手打ちをしたことや、ほうきの柄で尻を叩くなどの暴行を行っていたことを認めたということです。また師匠の宮城の親方については、暴行を把握しながら協会のコンプライアンスの担当理事への報告を怠った上、協会の調査に部外者を関与させるなどして妨害したとしています。2024年2月23日東京両国の国技館で開かれた協会の臨時理事会では、宮城の親方は監督責任などを問われて、現在の委員から最下位の年寄りへの2階級降格と報酬減額の懲戒処分を受けました。さらに師匠としての素養や自覚が大きく欠如しているとして、宮城の部屋については来月の春場所は所属する伊勢ヶ濱一門の中で任命された師匠代行が監督することになりました。さらに4月以降も伊勢ヶ濱一門が宮城の部屋を預かり、宮城の親方に対し師匠親方としての指導と教育を行うことを検討することになりました。また北青鵬は引退届を提出し受理されましたが、引退勧告相当の事案であったことが確認されました。コンプライアンス委員会の調査では、北青鵬が一昨年の8月以降週に 2,3 回の頻度で2人の力士に繰り返し暴行を加えたことなどが明らかになりました。暴行の内容としては、顔面や背中などに平手打ちしたり、ほうきの柄や回しで作った丸太のような棒で尻を叩いたりしたほか、殺虫剤スプレーに火をつけて体へ近づけるなどしたということです。
そして北青鵬の暴行は制裁という名目で行われ、2人が痛がる反応を見て面白がっていたとも認められ、動機の面においても卑劣極まりないと指摘しています。さらに暴行を受けた後輩力士の被害感情が非常に強いことに加え、他の所属力士らの多くが北青鵬に反省の態度が認められず、宮城の部屋に残ることになれば暴行を繰り返す恐れがあり、部屋への復帰は受け入れられないという姿勢を示したということです。北青鵬は調査に対して深く反省し、二度と繰り返さないと誓約するとともに、許されるならば今後も相撲を取りたいと希望したということですが、コンプライアンス委員会はこのような反省や誓約は遅きに失したと言うべきで、組むべき事情とは言い難く、相撲協会の協会員として残すという選択肢はないと言わざるを得ないと結論付けました。その上で、懲戒解雇処分も検討すべき事案だが、未だ22歳という年齢とその将来を考慮し、引退勧告の懲戒処分が相当と判断したとしています。日本相撲協会では今回の問題について先月、コンプライアンス委員会に事実関係の調査と処分意見の答申を移植していて、23日はその内容も合わせて発表されました。それによりますと、今回宮城の親方には3種類の違反があったということです。1つ目が北青鵬に対する監督が不十分だったことで、2人の後輩力士に対する暴行などを防止できなかったとする監督義務違反。2つ目が北青鵬の暴力行為などを知ったにもかかわらず、速やかに協会のコンプライアンスの担当理事に報告しなかったなどとする報告義務違反です。これについて委員会は、北青鵬に対する監督と協会への報告を怠った結果、被害者2人に対する常態化した暴力被害を生じさせたと厳しく非難しています。そして3つ目は、部屋の内部で行った聞き取り調査に参加させた部外者が所属する力士などに口止め工作を行い、事実認定を歪める危険を生じさせて相撲協会の調査を妨害したとする調査協力義務違反です。これについては、宮城の親方が口止め工作を意図的に指示したとは認められないまでも、聞き取り調査に部外者を同席させることなどを依頼したことに原因があったと判断しました。さらに宮城の親方が現役時代に3回の処分を受けていることも勘案し、相撲協会の委員の職にとどまらせることは不適当であり、その責任は極めて重大であるから、降格及び報酬減額の懲戒処分が相当と判断したと結論付けています。そして協会は臨時理事会でこれらの調査結果と処分意見を踏まえて最終的な処分を決めました。協会で広報部長を務める元横綱大野国の柴田山親方は、コンプライアンス委員会の委員の一部から、宮城の親方については相撲協会から排除するべきではないかという厳しい意見が出たことを明かした上で、彼の残した足跡は大きなものがあるわけだから、それに負けないでしっかりと今後頑張ってやってもらいたいと話していました。弟子の北青鵬の暴力問題で年寄りへの2階級降格処分を受けた同親方は、稽古の取材と見学お断りの張り紙が掲出されている大阪市内の宮城の部屋宿舎に姿を見せました。この日は新たに英語の張り紙が追加される厳戒態勢の中、昼過ぎに付け人を伴いマスク姿で宿舎を出た宮城の親方は、ビルの入り口に横付けされた車に乗り込むと、記者が問いかける間もなく立ち去ってしまいました。この日は師匠の立場を外れた宮城の親方に代わり、師匠代行を務める同じ伊勢ヶ浜一門で大島部屋付きの玉垣親方が非公開で朝稽古を指導しました。その後報道陣の取材に応じ、不祥事が再発したら私を含めて宮城の部屋全体が首、二度と起こさないようにしないといけないと苦渋の表情を浮かべると、部屋として残れるのが一番、でも厳しい判断が下されるかもしれないと宮城の部屋の閉鎖すら示唆していました。宮城の部屋の所属力士は不祥事によって原則外出禁止となっています。日用品の買い物や病院への通院になどに制限されているそうです。いかがだったでしょうか。今回は白鵬時代のトラブルと親方になってからのトラブルについて見てきました。退職金も断髪式での収入も非常に高額で驚きましたが、相撲界でこれだけの業績を残した白鵬ですから納得です。親方になっても高級なので、
今後お金で困ることはなさそうだと思われていました。しかし、現在処分を受け、今後、部屋の存続、宮城の親方の親方としての再起など、様々のしかかっています。この親方としての適性がないと言われた背景には、現役時代の素行の悪さが作用しているのでしょうか。少なくとも、引退の際にすんなりとことが運ばなかったことが、今を表しているようにも思いますが、皆さんはどうお感じになるでしょうか。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。